実はさ、僕ルルの秘密ちょっとだけ知ってるんだけど。何何何、聞きたい。まずルルが誰か知らんけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、私はなぜここにいるんだろうか。待って待って、前回さ、あれじゃなかった？いや、前回からさ、もう1ヶ月ぐらい経っとるんやけど。あれよね。なんか、海賊の砦みたいなとこにおらんかった？私は今、何しにここにいるんだ？ちょっと待って待って。だってクリアしてないよね？クリアしてないよね？なんでここにおるんやっけ？今何日目だ？なんかすべてゼロだな。初日に戻った？私初日に戻ってきた？なんで戻ったんやっけ？まあ、確かになんか、あともうちょっとみたいな感じやったような気はするな。その、制限時間？残り時間が。でさ、なんかこの、空き瓶がさ、めっちゃいるんじゃなかったっけ？なんかゾーラの卵やった？あれをゲットするために。なんか空き瓶の中に入れるんよね。空き瓶ってどうやってゲットするん？薬を買って飲み干したら空き瓶だけ残るんか？マジでいまいちわからないんだが、ちょ、出させてもらっていいっすかね。はい、ちょっとお金集めに行きます。そう、これずっといけんなって思いよったんやけど、あまりにもいけんけんさ、あまりにもいけんくって気になっとってけん、教えてくれた人がね、おったんすよ。うわー、いけた。あーってことは、ここでやっと。あ、待って、切り刻みます、はい。よっしゃー！ふぅ。これでやっとここまでは、体力の歌でやってくれるわけだね。ここじゃない？海洋研究所、主にグレートベイの水質研究、生物の生態研究など、ここや。漁師さんに卵なんか預けたらね。ただの売り物にされてしまう。うわー、気持ち悪い。モンスターやん。遅いの、ゾーラたちは何しとるんじゃ。ん？なんじゃこぞ。お前もゾーラの卵が帰るのを見に来たのか？わしも楽しみにしておるんじゃが、肝心の卵がまだ届かんのじゃ。ゾーラの卵は取られてるんだよ。ゾーラの卵は生まれてから帰るのに1日から3日かかる。それまでにこの水槽に入れなければ多分、死んでしまうじゃろう。なぜなら最近の異常気象で、この辺りの海の水の温度が上がり、温度の変化に弱いゾーラの卵を返すことができるのは、今ではわしが昔取っておいたこの水槽の水だけじゃからの。それにしても遅いの。ゾーラホールで何かあったのかの。何ゾーラホールって。なんかよくわからんけど。とりあえず渡すか。まあ、まだ1個しかないんですけど。はい。ででーん。何使えないの？ここか？あ、もしかしてこれ上に登って。どうすればいいんやろ。ここで？あ、いけそう。ゾーラの赤ちゃんってどんな感じやろう？気になる。お、困ったの。ゾーラの卵は一緒に生まれた卵が全て揃ってなければ帰らないんじゃ。ゾーラは何をしておるんじゃ。じゃあ結局さ、あそこの海賊も4つしか持ってないんやろ？残りの3つはどうするんすか？まあ、とりあえず行くか。ねえ、ちょっとそこの妖精さん、あぶねえ。私を無視しないでくれるかしら。よかった、妖精を追って。あれ？ボタンを押さんと入れんのやっけ？
さあこれで2匹目。え、でやっぱりさ、あの海賊もゲットしてない残りの3つはどうなるの？え、何がダメなの？何それ、入れる位置とかあるの？あっちも別に変わらんと思うけど、中心じゃないといかんとか。はい、これで2個目。全然見えんな、下。え、どういう水槽？めちゃくちゃ底が深いの？さあ、行くか。あの妖精、毎回復活してくれるかな？やったらだいぶ助かるよね。とりあえず3個目まではめちゃくちゃ、いい感じのペースできたよ。よいしょ、よいしょ。でも7個必要なんやろ？どうよ。あ、別に外す必要なかったかもしれんけど。まあまあまあ。ちょっと、位置シビアすぎるって。はい、3つ目。なんか、いい具合にばらけとるな。同じ場所から落としよるはずやのに。まあでも、とりあえず、あれやろ？海賊のアジトでゲットできるのはあと1個ってことやろ？よし。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、前回、これね、ゾーラの卵、返して、で、そうよ、なんか、生まれたんよね。ゾーラたちが生まれて、ゾーラの子はわしがちゃんと面倒を見るから、お前は早く卵を産んだゾーラに会いに行け。いや、その卵を産んだゾーラっつうのは一体どこにいるんだい？一体どこにいるんだい？これなんか新しい曲ゲットしたんやっけ？どれや？潮騒のボサノバ、これか。潮騒のボサノバがどうしたんやろ。何の曲やっけあれ。え、で、どこにいるんすか、その卵を産んだゾーラとやらは。え、だってゾーラってさ、あの男のゾーラしか会ったことないよね。まだその女のゾーラには会ったことがないんですけど、まだ行ったことがない場所ってことか。見たこともないもんね。で、まだ出会ってないもん。待って、誰なの？どこなの？あ、てかさ、これあれじゃない？前に、多分チラッとこの辺来て言いよった、この、マット？これなんなんやろうみたいな言いよったやつさ。これこれこれ、これフックショットでいけるやつやんね。フックショット使って何がどうなるんかはまあ知らんけど。でもとりあえず行ってみよう。だってこれさすがにね、クリアせんと。もうラストの日やもん。え、これ届いてないの？届けよ。こっちなんかもっと届かんやろ。なんで赤い丸ついとんのに届かんの？でも絶対どっか行けるところがあるはずやって。あ、行けた。これが行けるんならさっきのとこも行けるくない？ちょっと待ってね。どこや、次。待って、次どこ？あれか、とりあえず一旦、ここの上登って、待って、もうちょい離れんといけん。この上登って、んで、ちょっと待って。この辺か。イエーイ。んで、なんかあそこ植えれるやつあるけど、ただ別に種とか何も持ってないんやけど私。これ種必要なやつ？
種ないとたどり着けんかな、目的の場所に。どこを目的としようか知らんけど、ふわっとした土地が盛られている。もうこれ以上行ける場所がないんですがもうこれ以上行ける場所がないんですが、そこなんかある？なんかありそうな気がするんやけど、ただ見えねえな。もうちょい横に。は、何あれ、あれなんかあるよね、岩かな。え、何かがよくわからん。なんなんやろ。これ絶対ここの土になんかまたあの種植えて。痛い絶対種植えてあのふわふわ浮かんでいかんといかんやつやない？え、なんかそんなような気がする。あ、ここなんか洞窟みたいな感じになっとる。え、絶対そうよね。絶対そうですよね。待って、いや、あのさ、何やった、海洋研究所、あそこの上にさ、あのチンクルが飛び寄るのはわかるんやけど、あのチンクルはどうやって撃ち落とせばいいですかいや、マジでいや、マジで、あのチンクルはどうやって撃ち落とすの。上すぎん？ちょ、待って、とりあえずフックショット。だってここのゾーラのとこでね、フックショットゲットしたわけやけん、いや全然当たりそうにねえな。でもこれ届かん？あ、届いた、やった、イエーイ。大丈夫、足絶対めっちゃビリビリなったやろ。ほっ、よう、むむ、緑の服、白い妖精、お主、もしかして、もしか、あ、はじめましてだね、ここではやっほー、チンクルね、ちょっとマップをくれよ、マップを。グレートベイ20ルピー、はい、ください。イエーイ、やったね、グレートベイマップをもらった。これで海のことがよくわかる。赤い矢印は入ってきた場所、黄色い矢印は現在地。じゃあまた呼んでね、チンクル、チンクル、クルリンパ。これはチンクルが考えた魔法の呪文、真似するなよ。しねえよね、これがマップ、グレートベイの。これグレートベイのマップなの？え、違うよね。ちょっと待って。あ、これか。普通に右下に出とるやつか。待って、どこに行けばいいんだ、これは。なんかあっちの方に。あ、ミスった。ちょっと待ってね。なんかこっちの方に、どこだ？この先海賊の入り江。え、そんなことはいいんだよ。やっぱあそこの上ってことか。いや違うな、こっちか。いや分からん。とりあえずさ、あのこの霧を晴らしてくれないとさ、進めないんすよね、先に。このマークは海賊の入り江のマークか。あーぽいな、この入り口やな、多分示しとるの。なるほどね。この丸とか×とかの印は一体何？あ、これ？これか。私あの魚のとこに行きたいんやけどな。
あれとんがり岩やろ。ね、ここがとんがり岩で、あ、今浮かび上がっとったね。ねえねえねえ、どこにいるか知らない？そこのとんがり岩の先にある海蛇の住んでる穴のところで海賊が蛇に襲われたらしいんだ。なんでもその時に何か大切なものを落としたらしいんだけど、ゾーラの卵やね。な、ミカンも気になるだろ。邪魔な霧に戻されなきゃ見に行けるんだけどね。金色の魚どこ行ったんだろう。いや、金色の魚ももういいんだよ。ん？なんか看板がある。え？こっち行ったことないな。どここれ？ゾーラホールにて、深海のサウンド、ゾーラバンド、ダル、ん？ダルブルーリハ、ダルブルーリハーサル決定。何それ、何それ。びっくりしたわ。もうやめて。ここどこ？あ、なんかゾーラ族おるよ。ねえ、なんかゾーラおるって。よう、ミカオじゃないか。滝の上のビーバーから空き瓶をもらうことはできたかい？あいつらすばしっこいから結構難しいだろう。空き瓶？空き瓶をもらえるイベントがここであったの。いやー、知らなかったっすけど、一個の空き瓶で乗り切ったよ。じゃあ別にここはあれか。海賊の砦に行く前に来るべき場所やったんかな。まあ来ても来んでもよかった場所ってこと？ゾーラゲーム実施中、むやみに壺を割った方は罰金をいただきます。え、マジで怖。あと12時間。あれ？さっきここにもう一人おらんかった？あれ？二人とも消えた。え、ててねえねえ、二人とも消えたんですけど、どこ行ったの？うわ、なんか飲み込まれそう。怖い怖い怖い。時間的な問題か。ちょっと待って、ね、あ、そこにもなんか看板が立ってある。看板というか縦札というか。滝の上、ビーバーの住む渓流あり。ほう、なんかよくわからないけれど。へえ、やめてくれ、飲み込まないで。ゾーラの町みたいなのはないんすか？ねえ、ゴロンとかもあったんやけん、そういうのありそうなもんやけどな。ないの？待って。上がりたい。あ、上がれた、普通に。何、そんなジャンプができるの？なんで、いけねえじゃねえか。何？ちょっとやめてよちょっとやめてよ。うわ、何この辺モンスターだらけなんですけど、やだ。痛いって。あ、違う。ん？あ、なんかここにも穴あるよ。ちょ、通らせて。あ、待って。よっ、入らせろよ。何？口。この先、ゾーラホール、深海のサウンド、ゾーラバンド、ダルブルー、リハーサル決定。この先？これって、え？何？綺麗な場所に出た。ゾーラホール。これがゾーラの町？里？いっぱいおるよ、ゾーラ。あ、でもコンサートホール的なことかな。こう、ゾーラホール。バンドがどうたらこうたら言えるしね。急になんか平和な感じ。リハーサルしないんですか？あ、もしかしてリハーサルなしのぶっつけ本番？かー、さすが天才ギタリスト、渋いっすね。男なのかな。男と女の違いがよくわからぬ。おい、ミカウ、リハーサルはどうなってるの？もうリハーサル始めるからって言われてるんだけど。メンバーは部屋に閉じこもったままだし。
ルルなんか裏の離れ島の前でぼーっとしてるし、一体どうなってるんだ。ルルっていうのは女の子っぽい名前だの。よう、ミカウ、しばらく見かけなかったけど、どこ行ってたんだい。ミカウはもうお墓の中なんだよ。そういえばリーダーのエヴァンがお前を探していたよ。エヴァン？なんか扉の前からのいたな。ここか？でかいドラム？ミカウ？どこ行ってたんだよ。僕心配しちゃったよ。なんかさ、もうすぐ街のコンサートだっていうのにメンバーの雰囲気は最悪でさ、特にルルがさ、ずっと口聞いてくれないんだよ。いつもは元気いっぱいなのにね。これってやっぱり海が変になっているのと関係あるのかな。実はさ、僕ルルの秘密ちょっとだけ知ってるんだけど。なになになに、聞きたい。まずルルが誰か知らんけど、海がおかしくなってきてるのは沖のグレートベイの神殿に何かが起こっているっていう噂だよ。そんでもって、そんな時は必ず神殿を守ってきたゾーラの末裔に何か良くないことが起こるんだって。僕が言いたいことわかる？最近ルルの様子がおかしいのは、もしかしてルルってゾーラ族の末裔っていうことなの？いや、思わせぶりなところで終わったけど、あ、またなんか塞がれた。ミカウ、ジャパスにいようかい？またヤスとセッションするんだろ？いつものクールな演奏楽しみにしてるよ。ジャパス。おー、なんかクールそうな感じですね。ミカウ、目が見えないよ、大丈夫？お前どこ行ってたんだ？もうすぐコンサートだっていうのにお前はいなくなるし、リーダーのエヴァンは曲作りで部屋にこもりっぱなし、おまけんルルのやつは毎日裏の海に突っ立てて話しかけても返事もしてくれねえ。そりゃルルが俺に興味がないことぐらいお前らを見てたらわかるけど。お？ミカウの彼女ってこと？それにしたって様子がおかしい。お前何か俺に隠し事でもあるんじゃないのか？まああんまり詮索はしねえけど、そろそろ本気でリハーサルを始めないとコンサートに間に合わなくなっちまうぜ。何？ミカは何を隠してるの？ミカは私に何か言おったっけ？全然覚えてないけど。お、通れた。そのルルとやらは一体どこにいるんすか？痛い。なんだよミカ、ステージのチェックかい？あ、これステージ？ごめんね、勝手に上がって。なんでかわからないけど照明の調子が悪くって。おう、ミカはちょうどよかった。ギターの音を確認したいんだけど、ちょっと音もらえるかな。音？いいよ別に。どう弾けばいいの？普通にただ音鳴らせばいいの？はい。あれ、ちょっと小さいか。もう少し上げるか。オッケーミカ、ありがとう。いえいえ、よかったです。大丈夫そうも。ミカ、ちょっとギターの音ちょうだい。うわ、ちょっと大きすぎた。もう少し下げるか。オッケーミカ、ありがとう。どうよ。永遠に繰り返すんじゃないそれ。大丈夫なの？この辺ってさっきと同じ部屋？あ、ミカ、今まで何してたんだい？リーダーのエヴァンがお前のことずっと待ってたんだよ。早く入って入って。ここがエヴァン。あ、さっきとは別っぽいね。どれ？え？誰かいる？あ、これ？あ、演奏してる。めっちゃいい感じやん。ミカはどうだった？卵は取り戻したのか？卵？え？スタートを押して画面を出してアイテムを選択、 C ボタンで使ってみよう。どういうこと？そうか、やっぱりダメか。裏の海にいるルルにはもう会ったのか。海賊たちに卵を盗まれてからルルはああして沖を眺めてため息ばかりついているのさ。え？そのルルって子が卵を産んだゾーラってこと？そういうことか。ミカ、ルルの歌声を取り戻すにはあの卵が必要なんだ。え、ごめん、もう帰っちゃった。卵、平和の海で暮らすことに慣れてしまった今のゾーラ族の中で荒くれ者の海賊たちと対等に渡り合えるのは
ゾーラ族の勇者の血を受け継ぐお前だけなんだ。あ、こっち？え、もう亡くなってるけど大丈夫？ルルのことはまだバンドのみんなには内緒にしてある。時のカーニバルのコンサートはみんな楽しみにしてることだからな。ルルが歌えないから中止だなんて言えないだろ。歌えないとは？え、どういうこと、どういうこと？ちょっとこっちのことをミカウと思っとるけんさ、知っとる体で話していくけど全然わからないんですけど。卵返す前にこっちで見せんといかんかったんかな。何やってんの？うるさいな、今忙しい。あ、ミカウ、しまった。いや、僕はルルの様子が変だから心配で。別に覗いていたわけじゃないんだ。へどもりすぎやって。僕はそんな変な趣味はないよ。失敬だな。あ、休養を思い出した。そうだ、そうだった。僕もう行かなきゃ。ここにルルがいるのね、その。